フィッシャーのシーです。ゼロマサイオタキ。皆様、音楽は好きですか？大好き大好き大好き怖い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 2肉まん4肉まん9500日いくわ意味わかんない意味わかんないすでにある曲に何か知んないけどよくわからん歌詞載せるやん。ああまあやりがちだね俺ら。はいはいはい。作詞ってやったことある、ね、それはもう謎の担当だからね。そうしかに僕らって作詞はやったことないわけじゃん、うん、もちろんペン用意して、うん、紙に書いてとか携帯にメモってとかっていうのはまあもちろん今日やらないんですけど、うん、よくやったもんね。でもいつもやってるある音楽に即興でなんか歌詞を入れるじゃん。おーそれも作詞なわけ。まあそうですね。まあ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 、まあ、確かに確かに。やろうとしてる企画なんですけど、はい、君たちのそのいつもやってる悪ふざけを、まあ、どうにか企画にできないかなと。フリー BGM 即興ソング。いやめっちゃむずい。普段僕らが動画で使ってる音楽を流します。僕がテーマを言います。歌詞を即興で考えて歌う。うわーなんか普段考えてねえからな。考えないのが大事なんですね。そう、まあ、確かに出てくるからさ。フィッシャーズよく使う BGM ね、こちら先に流しておきますね。あのポッパッパッパってやつ。はい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 、うん、あのいつものやつ、うん、ポカンっていう曲があるんですけど、あれに僕がお題で日曜日の昼あるあるっていうんで、そのテーマをもとに歌う。うわー、なるほど。ガチむずいじゃんこれ。即興です。もう失敗しても全然いい。即興ソング、あの歌詞のっとりとか今まで結構即興系やってきたんだけど、うん、即興で歌うってなかなかないから。ないよ。結構聴いてる曲ばっか流すと思う。はいはい、普段動画で使われてるやつ、そのね、君たち3人のアドリブ力を、はい、それここで出してもらおうと思います、はい、うおそれじゃあやっていきましょう。おっしゃー。なんか前にマイクがありますけどはい、立派な。そのマイクに向かって即興ソングを歌ってもらう。繋がってないよ。まあなんか演出よ。そうなの？演出よ。自宅で爆音量でさ、即興ソング聞きたくねえもん。お題はBGM ちょっと寄っててくれた方がありがたいかもしれない。確かにね。めっちゃロックなので恋愛の話しようと思って。そうそうそう。そういうのが必要かも。皆さんの即興ソングを聞かせていただきます。一人そのマイクの前に立ってもらって、お題を先に言います。はい。そしたら曲流します。なるほど。それに沿って歌ってください。ああ。編集してるからこそ、あ、この曲だってなるはず。それはなると思う。坂本君、いきましょうか。テーマは。それでは、即興ソング、始めていきたいと思います。ウェーイ。テーマ。サンマの塩焼き。そう、あれは秋の日の夜のことだった。僕のお父さんが釣ってきたサンマ、そのサンマを初めて食べたのがサンマの塩焼き。そのサンマの塩焼きはとても美味しくて。歌じゃねえ。さっきそういうのあるからね。おい何やってんだ。何やってんだよ。めっちゃむずい。めっちゃむずいか。歌はね、基本的にこうリズミカルな、まあそうだね、リズムに乗せた歌を。そうだよね、はい、歌ってくれ。めっちゃむずいこれ。それではまさにくん、はい、即興ソングです。うわ、よろしくお願いします。いや俺もよく適当に歌う人だからね。まあそうだね、うん、お題ダンゴムシ。ダンゴムシくっそむずい。いきます。はい、曲なんだ。まんまるダンゴムシ、まんまるダンゴムシ、まんまるダンゴムシ。どうして丸いか説明しよう。ダンゴムシ、お足が6つあるよ。いやいや2つプラスして8つあるよ。ダンゴムシ、お弁当の中にはないよ。ダンゴムシ、ダンゴムシ、よく便所にいるやつはダンゴムシじゃないぜ、ダンゴムシじゃないぜ。あれはなんと便所虫。うわーすげえ。すごいすごいわ。すごいわ。お、すごいわ。お弁当箱には入ってないんだよな。入ってないから。ダンゴムシはな。ダンゴムシだったからな。ダンゴムシをテーマに歌えたわ今の。歌えた。すごいぞ。元木くん。はい。即興さんもよろしくお願いします。お願いします。お題は黒猫ヤマトの宅急便。はい。ええー、いきます。
新たに荷物を届けるために新たに荷物を届けるために段ボールすら運びます。段ボールじゃなくても運びます。フリーサイズで運びます。あなたの欲しいものは何、あなたの欲しいものは何、フリーサイズでも運びます。黒猫の大和の宅急便、あ宅急便、あ宅急便、あなんでなんで段ボール下に見たの。段ボールですら運びます最後のなCM っぽかったあ、いい感じいい感じ、よし次行きましょう。ザカオくんのね、今までのこの人生経験からなんか曲が出るといいですね。お題、告白。おほ、告白はしたことあります。じゃあいけるね。そうはならねえさあれのラブコール聞くかむずいだなこれほぼお経よ新しすぎてそういう芸人さんだと思ってたあ、これがマジカルラブリーか。めっちゃ薄い。なんか俺も赤い曲が言いすぎたで俺だけそっちのむずい曲なのじゃあちょっとお座りください。俺の結構なんか感覚が掴んでそうだな。いや、わかんないよ。お題は、はい、学校帰りあるある。おぉスタートなんだ。あー、またそっちか。料理なんだ。学校終わりに友達とやってきたぜ、おい探して道で転がして誰が強いか決めてくる。道道変える。石ころ以外も白線に遊びが行ったら上に乗って帰る。そしたらあ、先生だ。先生怒られた先生ついてきすぎだろ中ついてきすぎたの怒られた石ころ蹴ってね、なくさないで帰るって言いましたね。で、飽きてたから白線の裏そう。まあまあまあ、あるあるとしてはほんと歌えてる。伝わった伝わった伝わってる。怒られたまあ、元木と言ったらなんだろうな、イメージ的にいつもね、身につけてるってことで帽子。帽子おぉ即興さんのスタートうわ日差しから守るあなたの逃避何があってもお守りします深くかぶる深くかぶる待って今のテンポキー間違えたよ、ね、間違えたんだ深くかぶる深くかぶるあとすっごい英国紳士出てきたなお守りしますなんか切ないソングにしようか。これ結構痛いになってるよ君にとっておきの曲を持ってきたんで お題はココイチ4からミュージックスタート。カープレイ頑張れ頑張れ3、2、1ココイチには力もあるよだからねみんなを食べて遊びの4からは辛くないでもちょっと辛いどっちなんやねんどっちなんやねん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 うわこれだなってベストヒットがまだ出てきてないね。ベストヒット生みたい。俺はベストヒット生んだつもりだったんだけど。今ね、ベストヒットではなかったね。まあ忘れはしないだろうけど、覚えたくないっていう曲。向いてるお題だな。俺に向いてるお題だな。マサイに向いてるとしか言いようがない。おぉなんだそれは。ジーパン。まあ確かにマサイ。ミュージック、スタート。
それ以外にもブランドはあるお何種類もお店で見てきて自分に合ったパンツを選べばか種類は無限大世界を見ろよインスタグラムにかっこいい男がわさかいる世界トレンドのジーパン世界一のジーンズ探せお気に入りの自分だけのジーンズを履いて探すんだそしたら死ぬまで履き続けろそうすればベストジーニストになれるかもしれない正解待ってエドウィン以外出てこないのかよリーバイスとかいろいろあっただろエビスとかさエドウィンなんかちょっと玉置浩二さんみたいなのがあと2曲ぐらいいい曲出ちゃったらもう紅白いけますからそんなことねえそのぐらいの爆発は踏んでると思うお題はいピッチャーピッチャー再生したけどずっと歌えたもん。そうだね。なんとかできてたっぽいけど最後やばかったよね。打たれたこれがピッチャーの仕事。そう思ってやってるピッチャーいないよ。いないいない。この世には。そのできるやつになる。しかもあの曲の曲名知ってる？空気読めようだから。もちろん正式な歌詞ではないんでこれはね。はい。当てにしない。当てにしないでください。ただ遊んでただけなので。ちょっと今日は MVP ちょっとマサイ君だったの。うん。はい。お題、締めの挨拶。うん、ミュージック、スタート。これはエンディング。みんなも一緒に、ヘイ。みんなも一緒に、はい。動画の最後はこれで締める。そうね、それが幕下ろし。僕らのスタイル、幕下ろしはいつからあるんだろう。これから締めていくけど皆さんせーの右腕を上げたらカメラに向かってせーのアドゥーンみんなのエンディング一体どれだけ種類があるんだろう Look Look YouTube 他にもたくさんあるから見てねクリエイター終わったアウト動画見てくれてありがとうセガサリツイッターベストフォローやってもネタで登録者1000万億でもかチャンネル登録よろしくせーのアイユー